ちゃこんにちは、ゆたかさん、はい、さあ、トレード期間のもうすぐだからな、そうです、もう終わるからな、1週間、いや、ね、そうだよ、あるかないかに迫ってきましたよ、はい、で、第4弾、西武と中日が行いました。第5弾、あるんじゃないかと。まあ、あるんとは思うよ。お、ありそう。だけど、うん、お願いだから、はい、俺が家にいるときにそれ発表してほしいよなんかあちこち仕事で走り回ってる時に移動中にあトレードだみたいな速報おじさんとすればさ、はい、すぐ出したいんだけど、はい、なかなかタイミング合わないのよ今シーズン。そうですね、今シーズンちょっとねズレが生じてますけれども、まあ第5弾ね、こっからなんか一歩遅れるといいけどね。どっか広報からですか、そうそうそう、両チームのもう出しますよって、もう言いますよって、うん、そしたらもう準備しておいてくださいみたいな教えてくれないですよ。いやいや、でもそういうのはクローズアップしてあげたいじゃない。まあぜひそうですね、頑張ってほしいしな。そうですよね、うん、ここから後半戦になってやっぱり優勝を狙うチーム、それからなんとか3位まで食い込みたいチーム、はい、とにかく補強、これにかかってるというチームもあります。まあそうだな、はい、まあ大げさに言うとそうかもかな。そうですよね、うん、というわけでじゃあトレードで補強した方がいいチーム、はい、ここだよとか、この選手ぜひ違うところで活躍できる姿を見たいと、そういう選手やチームを豊さんに今日は大予想していただきます。まずはチーム的には今ちょっと苦しい補強したいっていうチームを挙げるとすると、まあやっぱりソフトバンクかな。そう、選手はいるよ、はい、選手はいるけども雰囲気的にも変えたいと思うだろうし、はい、あと、まあ、野手とかはある程度回ってると思うんだけども、まあ、ピッチャーだよな、はい、まあ、藤井が故障で離脱、モイネロがいなくなるで、ちょっとバランスが崩れてるっていうところから考えると、やっぱり左も右もピッチャーはいてもいいよなっていうような考え方だよね。あ、もうソフトバンクというとなんかその投手の厚さ、それがあの2軍だったり3軍でもイメージありますけど、うん、即戦力として使えるピッチャー、まあ、そうだねということになるんですかね、うん、即戦力、まあそうだな、うん、まあ魅力のある選手だよね。じゃまず一つはやっぱソフトバンクチーム的には、はい、でチーム的にどうですか他は。例えば巨人、今4位ですけれども、まあある程度中継ぎは集めてきてね、うん、あとは体勢待ちかなっていうような感じはするんだけど、まあいてもいいけど、うん、その飽和状態になっても困るなっていうような感じもするしね、はい、だからまあ巨人は話を持ちかけられたら考えるんじゃない、うん、じゃあ積極的にはっていうほどではもうなんか落ち着いて戦おうみたいな、うん、まあ外国人も補強したしね、はい、左のだからあんまりもうバタバタしないんじゃないかなっていうような気はするけどね。でも話持ちかけられたら、はい、それは分からないよ、それはもちろん。そうですね、うん、あと DeNA ちょっと前半であのカープに抜かれましたけれども、うん、DeNA はどうですかチーム的には。補強、この夏場を迎えるにあたって野手誰か欲しいよな。それ例えば内野手っていうことですか、宮崎選手、まあ、外野手でもそうです。外野手でも、うん、やっぱ関根も疲れてきてる、はい、で1年間働いたことがない、うん、で桑原も途中で怪我してね、最後まで持つのかどうかわからないっていうことを考えると、まあ代わりに太田とか、うん、そういった楠本とか、はい、代わりはいるけどもね、でもそれを先発に使うことによってベンチの層が薄くなったりとかもする可能性があるから、はい、だからそうだし、やっぱ宮崎を騙し騙しやっぱ使っていかなきゃいけないしね、はい、宮崎抜けたら大変なことになるから、はい、だからそこら辺をこう休んでる時に補えるような選手っていうのはちょっと欲しいかな。そうですね、やっぱ宮崎を埋めるほどのバッターいないと思うけど、はい、迫力という意味ではさ、うん、やっぱ何か欲しいよね。そうですよね、うん、今宮崎選手抜けると、まあ、ショート守ってた京田選手とかがサード守ったりとか、そうだね、うん、あったり、でそこのショートに例えば大和選手だったりとか、そうだね、いろいろやってるので宮崎選手と併用できるようなサードのパンチのある選手が、まあそうだな、うん、まあいろいろ欲しいそうです、ね、それも言ったらキリがないからさ確かに、うん、でもさ他のチームは余ってるわけじゃないからなそうですよね、余ったら使ってますもんね。そうだからそうはなかなか難しいけどもね、うん、まあだけど欲しいよな。そうですよね、うん、でパ・リーグはまあソフトバンクの名前が上がりましたけど、他のチームで例えば楽天西武あたりまだ補強したいとかどうですかチーム的に。まあ、楽天は今すごく回ってんだよね、うん、で島内っていうのが調子がこう上がってこない、はい、でも島内が上がってくるともう野手っていうのはそんなにいらないわけよね、うん、だからそんなには動かないと思うんだよ、はい、だから動きそうなのはやっぱ西武だよね、うん、そうですね、うん、
だから高松がうまくいけばね、はい、よし次もみたいな。でももう期間がないからさ、まあ、そうなんですよ、まあ、動いても面白いとは思うけどね、はい、うん、ただピッチャーはあそこはいらない。あ、もうそうですね、いますから。ただやっぱりこう野手だよな。だから足って考えると足の速い選手を考えなきゃいけないし、ね、そうですね、で今ね、まあ、必要なチームを豊さんに挙げてもらいましたが、じゃあ選手でこんないい選手いるから移った方がいいんじゃないかっていうポテンシャルのある埋もれている選手たち、ちょっとそこを今度ピックアップしていただきたいです。 DeNA で言えば坂本とかね、あ、左のね、はい、ピッチャー、うん、まあ、左ピッチャーだけに、はい、まあ、需要はあると思うんだよね、うん、で環境を変えてやるともともといいものはたくさん持ってるピッチャーだけにね、はい、もうちょっと機会を与えてあげたいなっていうのは思うよね、うんうん、まあ、先日笠原投手が出場選手登録抹消された代わりに坂本選手上がってきて、うん、はい、今シーズンはリリーフで9試合に登板して、まあ、0勝0敗防御率 3.46、うん、というところで、うん、だまあ面白い、うん、まあ、力もそこそこあるし、はい、左ピッチャー欲しいなって思っているチームのところに、まあ、ソフトバンクなんか欲しいだろうね。あ、やっぱモイネロがちょっと離脱して、うん、はい、普段こうワンポイントとか加山がね、はい、そんなにいい状態ではない、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ左の変速が欲しいのか、うん、上が欲しいのかっていうところだよね、はい、だから、まあ、例えばその変速を考えた時に巨人の大江変速で投げるんだよね、はい、あそこは、まあ、中川がいて高梨がいて、はい、左のね、うん、で外国人取ったでしょ左のね、そうですね、うん、マルドナード、うん、大江なんかは出してもいいのかなっていう、例えばソフトバンクが欲しいって言えばね、はい、左の変速っていうのは欲しいと思ってるはずなんだよね、うん、そういう意味では丸が抹消されたりだとかさ、はい、いろいろしてるから、だから外野手が欲しいのかなとか。ああ、巨人はソフトバンクからだったりの可能性、まあ、上林でもいいよ、ね、お、あ、取れるんだったらね、そうか、はい、とかは考えるけどね。ああ、リーグもまたいでますし、いいですね。そう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 、うん、だからまあ例えば、まあ、DeNA でも、はい、まあ、田中健次郎が出せるんであれば、はい、まあ、田中健次郎じゃ買えないかもわからないな、故障明けで、うん、難しいですか。じゃあちょっと難しいかもわからないけども、はい、まあ、例えば坂本とね、うん、じゃあ変えましょうよって言ったら変えてくれる可能性もあるし、うん、そしたら関根がね、はい、1年間働いたことがない、ちょっと疲れてきてる、まあ、併用していくんであればこれから、まあ、外野手がいるかなとか、はい、で宮崎の補填としてリチャード、リチャードおーとか、はい、まあ、そういうことになってくると成立してくるかなっていうふうに思う。そうですね、それぞれ欲しい要因っていうのがピタッとパズルが、だから宮崎は故障は絶対させたくないんだよ、はい、だから騙し騙しでいいから、うん、故障したらもう本当大変なことになるからね。確かにそうですよね、あそこ本当に宮崎選手、うん、だからそれはもう大事にね、うん、使っていかなきゃいけないし、まあ、そのためにはやっぱこう宮崎同様の迫力が欲しいよね。そうです、そしたらリチャード、ね、リチャード選手ですよね。あとは巨人でいうと、まあ、ずっと言われているのは松原選手ですけども、他にファンの間では北村選手とか、あとまあ若林選手、あと高橋勇輝投手。高橋勇輝は可能性はあるよね、はい、おお、ある、うんうん、まあ、例えば楽天で活躍してる唐島、 はい、ああいうタイプなんだよ。だパ・リーグはああいうタイプがちょっと少ないから、はい、パ・リーグでリーグをこう変えてあげると結構いいかもわからない。じゃあまさにソフトバンクもいいけど、じゃあそれを出すって言うんだったら日本ハムが黙っちゃいねえぜみたいな。今度日本ハム日本いやいや、そんな感じがするよ。まあ、出す球がどうなのかは分かんないけどね、はい、分かんないけど、うん、でもいやいやそれだったらって思うよね。やっぱ高橋勇輝投手みたいなタイプはパリーグになかなかいないから、やっぱり左でこういろいろこう曲げたりとか、うん、チェンジアップ使ったりだとか、技巧派っていうのがなかなか活躍するんだよね、はい、だから、まあ、いいかなと思うけど、ね、あと豊さんがおっしゃってたのがヤクルトの西浦選手。あ、西浦な、はい、やっぱ若手も台頭してきてるしさ、うん、でなかなかやっぱチャンスをもらえないんだったら、パンチ力の効いたバッティングができるんであれば、はい、どっかのピッチャーと変えてもいいよね、うん、やっぱどうしても不足がちだから、
例えば高橋嶺とか、おお、はい、ターゲットがソフトバンクばっかりになってるけどあのアンダンとか、いやそれだけ選手がいるし、はいはい、なんか使えそうな選手っていうのはたくさんいるんだよね。そうですよね。で小沢がすごく変則で活躍をしている、うんうん、で高橋嶺も変則でしょ、アンダーソーで、はい、なんとなくいいような気はするんだよ。あ、じゃあ西浦選手と高橋嶺投手を変えるとか、ね、西浦選手は二遊間どっちもいける、両方はいけるし、今宮がちょっと休みがちな時に川瀬が入ったりとかするんだけど、はい、川瀬が左だし、はい、でセカンド三森が守ってる、うん、まあ、マキアナも多少やるときはあるけども、うん、全部左でしょ、はい、でもそこに右が入るっていうと価値は上がってくると思うんだよね。そうですね、うん、だから西浦なんかは面白いかも分かんないね。そうですよね、うん、まあ、一軍に上がってきてもなかなかそのスターティングメンバーでっていうところがね恵まれない。やっぱねヤクルトはね優秀な若手多いよ、はい、本当に魅力的な選手も多いし、だから西浦っていうのがちょっと浮いてるような状態であれば出してあげたらまだ活躍の場があるというね、はい、でいい選手も取れるだろうし、うんうん、だからしたらどうかなとは思うけどね、うん、あと他に他かいますかね。まあだから選手のあれが合わないとねやっぱ飛び抜けてるのとやっぱそうですね、そうできないでしょ、なかなか差がありすぎると、うん、だからなかなか難しいけどね、うん、だけど西武は野手がねもっといてくれたらっていうふうに思ってるかもわかんないしな、うん、そうですよね、うん、まあ、西浦っていうのもいいかもわからない、ね、あ、西武に、西武にね、うん、で西浦だったらサードぐらいもできるでしょ。できるんですかね。多分できると思う。二遊間できればってことですかね、うんうん、で右だしね、はい、でもそう考えると広島はやらないだろうな、うん、広島やらなそうですね。広島はやらないと思うわ、うん、初期なんか面白いけどいやなぜ面白いかってやっぱ元気があるあ、はい、で気持ちが伝わる選手だけにさ、うん、やっぱ西武とか行って一番打たせてお前死んでもいいから出てこいって言ったらなんかあの子だったらもう本当に命引き換えで出塁するぐらいの気持ちはある選手だよ、うん、だから面白いなと思うけどね、はい、うん、まあね期限まであと1週間ぐらいというところで後半戦に向けてねこっからもう鞭を入れていかなきゃいけないチームとか。そうだな、うん、もう期限がないからね。そうなんです。うかうかしてたらあトレード期間過ぎちゃったよって。いやでもね俺ねもう一組ぐらいはギリギリであると思う。おーギリでありそう。あるある。それがね一体どこのチーム同士なのか。ただね現役ドラフトがねあるでしょ、はい、オフに、うん、で2名まで出さなきゃいけないでしょ、はい、それも各球団考えてると思う。あーそっちに回す。それなぜかというと今年現役ドラフトで移籍した人間が活躍してるケースが多いんだよね、はい、そうなってくると少しでもいい選手を出しておいて他からのいい選手を取るというその順番が決まるわけでしょ、はい、一番人気かなんかで。そうですよね。だから一番人気になるやつは多分置いとくと思うんだよあそっちを見越してっていうこともあるんだ。松原が一番人気になると思うよ。巨人はそこまで取っとくかもしれない。可能性があるから。あ、うん、だから第5弾はあると思うけど、うん、現役ドラフトも球団はやっぱ考えてるよね、うん、でもそれを考えると7月31日までの毎年のトレードとメジャーリーグの8月の1日までのトレードって意味合いが全く違いますね。あ、それは違うよね、まあ、違うけど、うん、まあ、だけどそれに近いような考えを持ちながらやるよね、うんうん、やっぱ強化という意味ではね。やっぱないところは補っていかなきゃいけないし。そうですトレードでね、うん、早急に。だからそういう意味では第5弾っていうのはありそうな気がする。そうですね。この第5弾どうかね豊さんが自宅にいる時に。そうです。でもし発表前に一報もらえるとだいたい最低あの何時間前ぐらい1日ぐらい前。いや1日とは言わないけど、うん、2時間前にもらえれば、はい、取って出しができる同時にそうですよね。そうそう関係各所の皆さん編集も含めてそうですよね。同時のタイミングで出せますもんね。2時間2時間関係各所の皆さんどうか2時間前に豊さんにご連絡を。